デコフ、そう。デコフです。明日は握手会です。頑張りましょう。楽しみましょうね。綺麗なおでこ、マジ？確かに。確かにとか言って。ありがとうございました。公演楽しかったです。かわいい、ありがとう。でへ、ペシペシしたよく言われます。ペシペシしたいって。真ん中に置く。そう、これはあれです。第三の目です。こんばんは。三つ編み、そう、三つ編みしてます。ここで。眠たい。明日早いから寝なきゃ。今日は早く寝なきゃ。はっちゃけなきゃ。そう、はっちゃけます。明日早いの。明日早い。寝ます。お疲れだね。お疲れなのかな。お疲れではない。お疲れなのかも。お疲れなのかも。あ、クマだ。ありがとうございます。かわいいのがいっぱいある。あ、今日猫の日だからね。にゃんたーです。猫、僕は猫。すごい、三条やって。かわいい。猫。明日は握手会です。皆さん、あ、そうだ、あのね、クリームパン販売されるんですよ。瀬戸内レモン味のクリームパンが会場内でも販売されるので。お、ぐっさん、くもありがとうございます。そう、会場内でも販売されるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そう、パン食いてえ。パンやん。何味？瀬戸内レモン味やし、新しい新グッズも、ラズーナ川崎で先行販売してたんですけど、明日から一般販売されるので、お昼からぜひ皆さん、ぜひぜひ。あれが可愛いです。キーホルダー、衣装キーホルダーみたいなのがあって、とか猫の形の、なんか今回風を待つは猫っぽい感じやから、猫を待つのやつとか、もちろん藪下のタペストリーとかもおすすめですよ。あ、すごい、猫タワーだ。ムニエルさん、ありがとうございます。かわいい。猫、猫、ありがとうございます。猫タワー。ありがとうございます。イエイ。 そう、ぜひ。藪下の缶バッジとかも皆さんぜひお買い求めください。猫タワーだにゃ。猫タワー、ありがとにゃーです。なんで猫の日なの？ 2 月22日。にゃんにゃんにゃんです。かまってくれ。かまっちょですな。楽しかったです。全身に貼り付けていくとふーちゃんが喜びますね。パンと米どっちが好き？パン。へえ、嘘、米。にゃんにゃんにゃんの日です。ぜひ。
ふーちゃんバイト頑張ってきました、褒めてほしいな。よく頑張りました、お疲れ様です。バイト10時まで15分ぐらいしかできないんですけど。タピオカ最近飲んで、最近飲んでない、なんか全然タピオカに出会ってない。いつから20時まで配信できるのかしら。3月かな。そうかな。今日は楽しかったです、公演ありがとうございました。明日中小企業会館で握手会なので、ぜひよろしくお願いします。待ってます、やぶちゃん。やぶちゃん待ってるぜです。楽しんできます。こんなに苦しい思い、生まれてから初めてだ。明日何時に起きようかね。寝坊しんように。ふーちゃんちょっと痩せた、痩せてない動いた後やからかな、ちょっと引き締まったかも最高やん、こんなんで痩せたら。やぶちゃんは健康生活頑張るのですよ。今日ね、朝はおにぎり食べて一つで、お昼はね食べようと思ったんですけど食べる時間なくてお昼食べれてないんですけど、3時ぐらいに昼夜兼用で食べたので大丈夫です。誕生日ケーキ食べてない、写真だけ撮らせていただきました。さよならケーキさんと思って、ちょっと糖質控えてるので。そう、でもお米とかはちゃんと取ってるので大丈夫です。健康的に。ケーキはね、糖の塊だからダメだよって言われたから食べない、我慢。ケーキって糖質なの？え、あれ糖質じゃなかったら何ですかあれちょっとタンパク質とか言われたら、ちょっともうそんなの世界の人々はみんな細いです。瀬戸マイクケーキは食べてください皆さん瀬戸マイクケーキは皆さん食べてねもうすぐ、あ、もう発売してるっけ。してるわ。あの、明日も多分販売してる。明日土曜日だから50個1日限定50個の日なので、明日ぜひ並木通り店さんの行って食べてください。ぜひ。そうそうそう、それもあるし、瀬戸内レモンパン、レモンパンじゃん、スタンチクリームパンもあるから大変ですね皆さん皆さんいっぱい食べて、いっぱい食べるんだレモンパンは嘘です。ぜひお求めください。緑のあるぼの背にどこへ向かう。わあ、もう55分だ。じゃあ壇上読みます。15位直樹クローノさん、ありがとうございました。14位優作、日曜日、日曜の余韻が抜けない、歌いや抜けないでおこうそのままありがとう。13位のまおさん、ありがとうございました。12位しんやさん、ありがとう。しんやさん
11位、グッサン6段6段だぜ、ありがとうございましたグッサン。10位、ポポちゃんそれな、間違えた、ソレナップル、ソレナップルありがとう。9位、ライナス風デコ風めちゃんこかわいい、すこありがとう、デコちゃんです。8位、ヤギちゃん風大丈夫か、明日話聞く、ありがとう、待ってます。7位、マサルさんありがとうございます、マサルさん6位、楽しいありがとう、楽しい。5位、監督おでこええんじゃね、ええんじゃね、ええですか、ありがとう。4位、和幸けんけんありがとう、皆さんありがとうね。3位、セティンさん1週間前に会ったのにもう風ちゃんに会いたいよ、それは風シックです、ありがとう。2位です、てて、2位はまさひなシードを持つもの明日やらです、待ってますまさひなさん、話そうね。1位です、てて、1位、ムニエル明日初めて握手会行きます、緊張です、わあ楽しみ、ムニエルさん猫タワーもありがとうございました。初めての握手会緊張すると思うんですけど、やぶしたがいっぱい話せるように準備しておきます、ありがとうございます。風シックなのか、そうよ風シックよ、皆さんすごい急に芸人の配信してごめんなさい、公演終わりで配信できてよかったです。3096人の皆さんありがとうございました。今からツイートしますあの告知と猫の日、ありがとうございました、バイバーイ、おやすみ、明日待ってます、皆さんありがとうございました。お仕事まだある方、夜勤の方頑張ってください、おやすみなさい、よし。